ドリームキングダム夏美ゆずのフルフレミュージック。ラジオをお聞きの皆さん、フルフレ。日本の粋と風流を歌う三味線シンガーソングライター夏美ゆずです。7月12日金曜日の放送です。今週も一週間お疲れ様でした。この番組ドリームキングダム夏美ゆずのフルフレミュージックなんですけれども、毎月1回第2金曜日の19時から放送しています。通常は川崎 FM 武蔵小杉サテライトスタジオより生放送でお届けしているんですけれども、今回実は私夏美ゆず自身が本日海外におりますため収録放送でお届けしています。この放送の現在、私夏美ゆずはフランスにいるはずですね。今実はこの番組はフランスへの出発前に収録してるんです。フランスのパリで7月4日から7日に開催されますパリジャパンエキスポ出演のためにフランスに行っています。ね、ジャパンエキスポは7月4日から7日なんで、実はこの放送の頃にはもう終わってるんですよね。いや、ジャパンエキスポどうだったんだろう。今この出発前の私はジャパンエキスポに向けてもうすごい、なんか毎日必死で準備してますみたいな感じなので、ね、この放送の頃ジャパンエキスポ成功したのかどうか、いや絶対成功してると思うんですけど、もう未来の私が気になって仕方がないです。はい、ということで、この番組は抹茶飲料フルフレ抹茶の提供でお届けしています。日本の美味しい抹茶と日本の楽器三味線で、ここ川崎から日本の魅力を世界へ発信する番組です。いつもツイッターライブでも配信してるんですけれども、今日は収録放送なのでツイッターライブありません。後で YouTube をご覧ください。それでは早速最初の曲お聴きいただこうかな。この番組でね、実は流すの初めてなんですけど、パリジャパンエキスポでも演奏予定の楽曲です。聴いてください。夏美ゆずオリジナル曲七草。すごい巻いたね今どのぐらいですか。時間が見えない。ここ、ああそう、今ね、2分18秒。お、2分18秒。まあまあまあ、多分後の話長くなるんでいいっす、うん、はい、YouTube をご覧の皆さん、フルフレ。今回収録放送ということで、今ここはドリームキングダム事務局から、収録してお届けしております。本日のエンジニアさんは海原さんです。でもちょっとね、海原さんの方にカメラ向けたらいろんなものが映り込んじゃうのでじゃあちょっと編集していただいてる間の、早速今日も本日のフルフレ抹茶フルフレしていきたいと思います。でじゃあ BGM は流しておいて、あ、はい、フルフレじゃん。うん、うまい。ビタミンって感じだわ。余談なんですけど、本日の私、徹夜でパリジャパンエキスポの書類を仕上げた後です。今七草な流れてるんですけど、うん、喋ろうとしてたタイミングで喋って大丈夫です。そうです、はい、大丈夫です。そこら辺でボリューム下がる。あ、わかりました。じゃあ、1分50秒で喋、うん、ります。もうセッティング済みでございます。はい、ね、この番組始まって以来初めての収録放送で、ちょっといつもとだいぶ違う感じですね。なんか生放送10回やってだいぶなんか分かってきたような気がするんですけど、新しい発見がいっぱいだな。あ、じゃあもうちょいしたら喋ります。はい、はい、お聴きいただいている曲は夏美ゆずオリジナル曲七草。
ミニアルバムカリフォルニアドリームズ収録バージョンです。このカリフォルニアドリームズという CD は2018年の秋発売、日本の民謡と私夏目ゆずのオリジナル曲をアメリカ人の津軽三味線奏者カイラ・オボットさんのプロデュースで、カリフォルニア風にアレンジした CD です。でね、このカリフォルニアドリームズの発売は去年なんですけど、この曲作ったのも結構前なんですよ。もう5、6年前になりますね。シンガーソングライターとしてソロ活動を始めて3曲目ぐらいのオリジナル曲です。なんで2014年に作った曲か。新年一発目のライブが1月7日で、あの七草がゆの曲作ってって、あの当時すごい応援してくれてた方に言われて作った曲なんですよ。なんでなんか私がすごい七草がゆが好きとかそういうわけじゃなくて、なんかそういう言われたから作ったみたいな、なんで特に歌詞の内容に当時思い入れはなかったんですね。ただこの曲調的にこう海外受けがすごい良くて、からアメリカに2016年にちょっと行った時とかはブルーノートでこれ演奏させてもらったりとか、あと海外いろんな国で演奏して、あとその作った次の年から毎年七草がゆを食す会っていう主催イベントを私やってるんですよ。年によってこうライブハウスに鍋とガスコンロを持ち込んで七草がゆ作ったりとか、で今年の七草がゆを食す会はもうお粥、おいしい、とにかくおいしいお粥にこだわろうと思ってちゃんと日本料理店でやったんですけど、そんなことをやってるうちにこの歌にも愛着が湧きまして、何でしょうね、こう演奏しております。もう実はね、この曲今までに世の中に出しただけでも4バージョンあって、一番最初はピアノ弾き語りだったんですね。でもう最初にこれを収録した CD はちょっともう完売しちゃったので売ってないんですけれども、で私の、アルバム、オリジナルアルバム、わらべ歌、収録バージョン。これが、和楽器で作ってます。三味線、尺八、太鼓の、この伝統的なお座敷音楽の編成でアレンジしたやつ。と、今聴いていただいた、カリフォルニアドリームズの収録版。と、実はその2016年にアメリカで作ったバージョンっていうのがあるんですよ。ただそれはその2016年に発売したそのアメリカで作った曲のアルバムにはなぜか収録されてなくて、なんで収録されてなかったのかは私もわからないんですけど、もう幻の七草はいつ発表されるんだろうって思いながら過ごしてます。そのうち発表できたらいいけど、でもね、それも何年も前に撮ったやつだからさ、きっと今聞いたら、ああここの歌い方こうすればよかったみたいなのすっごいあると思うんだよね。やっぱもう1年前のそのカリフォルニアドリームズアルバムでも聞いたらそう思うんで、もうなんか何年も前のやつとかも私耐えられないかもしれない。そんな感じで、いつか日の目を見るように皆さんちょっと心の片隅に置いといてください。はい、そして、この曲を、パリジャパンエキスポでも演奏する予定というか、もうこのラジオの放送時点では演奏した予定なんですけれども、パリジャパンエキスポでやるときは、三味線私と、太鼓と琵琶で演奏してる予定です。今回のパリジャパンエキスポね、和鏡座っていうパフォーマンスチームに手伝っていただいて私の演目やるんですけれども、私のオリジナル曲で、和鏡座の皆さんに踊っていただいたり、楽器弾いていただいたりします。和鏡座っていうのが、6人組のその和文化のパフォーマンスユニットなんですけど、日本舞踊を殺陣、阿波踊り、琵琶、太鼓、書道パフォーマンスの6人組、こうオールジャンル全部一人ずつっていう、なんかすごい団体なんですけど、私の歌に合わせて、こう、書芸、ライブペインティングじゃないけど、ライブ書道してもらったりとか、
あと、あの、阿波踊りと日本舞踊でおたげをやってもらいます。あの、番組テーマソング、フルフレミュージック、こうちょっとアイドル系の曲なので、そのパフォーマンスの模様は、この番組の放送時点で YouTube に上がってるかどうかは、私頑張れっていう感じなんですけれども、一応あの配信したりする予定なので、お楽しみいただけてたらいいなと思っています。じゃあちょっと次の曲いってみましょうか。一応ね、今年のパリジャパンエキスポで、この曲も演奏予定で、この曲もラジオで流すの初めてです。まだ CD 化もしてない曲です。聴いてください。夏ミューズオリジナル曲、花のお江戸に雨が降る。花のお江戸にあります？ありますよ。おもちろんもらってますで、これやっぱりなんかあれだな、どっかにリアルタイムでの、その30分での最初にストップウォッチどっかでかけとけばよかった。今ちょうど10分ちょうど10分で終わった。ちょうど10分で終わった。9分57秒。え、私すごいじゃんタイムライン通りあの、元々のタイムラインの設定で、ちょ、花の江戸に雨が降るを、10分00秒からにしてあったんですけど、うん、なんと今9分57秒だそうです。あの、リアルタイムの時計をね、時計つかストップウォッチ置いとくのをちょっと置いときそびれてしまって、今から残り20分、残り19分、置いといた方がいいかな。あ、じゃあこれ、あの、今パソコン見てるんで、あの、パソコンでいけるかな。あ、俺出すよ。あ、本当ですか、ありがとうございます。パソコンにあったっけ、ストップウォッチ機能。パソコン使う。あ、ちなみに MacBook Pro 2016タッチバー付きモデルです。もう、うち先祖代々 Mac ユーザーなんで、もう Mac 以外ありえないですね。先祖代々って、あの、うちはもう Mac ユーザーなんでもう私に、あの、Apple のこと語らせたらやばいんで、語らせない方がいいですよ別にミーハーで iPhone を使ってるわけじゃなくて、あの、こう MacBook と iPhone のこう親和性が素晴らしいっていうか、操作性がすごいんですよ。単純に画面一つ増えたような感じで使えるんで、こうリアルタイムでやり取りもできるし、もう、いや、もう私この内容でラジオ30分喋れるんじゃないかなぐらい。あの、アップルの話と、あの、あれね、アドビの話で。アドビはソフトウェアです。イラストレーターとかフォトショップとか。私今年一番注目してるのはプレミアラッシュなんですけど、動画編集ソフトですね。スマホとパソコンでやり取りできる。これ語り出したらちょっと止まんないから、一旦ね、止めてこうかと思いきや、これ一時停止ができないのか。ありがとうございます。今これ曲心ぐらいから出すからね。はい、次の曲までの時間です。次の曲までの時間です。はい、花婆さんがストップウォッチ出してくれたあ、でもう喋るんだこれ喋ります。お聴きいただいている楽曲は、夏ミューズオリジナル曲、花のお江戸に雨が降るです。実はね、これ、まだ完成音源ではないんですよ。まだちょっと撮ってない楽器がありまして、今、仮段階の音源をお聴きいただきました。で、パリジャパンエキスポでこの曲も演奏する予定です。実はね、あの、今年の春にこの曲ミュージックビデオを撮ったんですよ。あの、まあ、SNS でチラッと投稿してたかなって思うんですけど、あの、浅草と鎌倉で、で、鎌倉でドローンを飛ばしまして、桜の下で三味線弾いてるところを空撮しました。女性だけのドローン
女子会ドドンチーム、ドドンジョプラスっていう団体があるんですけれども、そちらに全面協力をいただきましてコラボで撮影しました。でミュージックビデオちょっとまだ公開してないんですけれども、一応パリジャパンエキスポで公開する予定です。でその後一応夏頃に YouTube でも公開しようと思ってまして、そして一応この曲の CD を秋頃にレコ初ライブを開催したいと思っております。現時点の予定ね。でまあパリから帰ってきてから企画になるかなと思うので、お知らせまでもうちょっとかかると思うんですけど、一応次の私のオリジナル CD はこの曲の予定です。いやこの曲ね、もともとゲームの二次創作で作ったんですよね。でなんで最初は実はボーカロイドに歌わせてたんですよ、この曲。鏡音凛ちゃんに3年ぐらい前ですかね、作ったのが。で楽曲もう一回やっていいですか、このくだり。ちょっとそのまま言い直してもらえればいい。あんですか。見えなくなった、ね、見えなくなっちゃったんで。ストップウォッチ出していただいてたんですけど、ナバーさんの携帯で出していただいたんで、ま、途中で画面が消えて見えなくなって、時々画面触らなきゃいけないんですよね。これでもう消えないです。ありがとうございます、大変助かります。目安で喋ってくれれば大丈夫です、はい、まあ、ですね、プラス1分ぐらいで喋れば、うん、どっから喋ればいいですか。どっからでもいいです。どっからでも、今何喋ってたっけ。あ、レコ初ライブする予定です、の後から喋ります、うん、じゃあ。でもなんか繋ぐ場所わかります？聞いて編集するよ。はい、それとも最初から喋る？最初から喋った方がいいかな。うん、じゃあこれもリセットして、リセット、じゃあ9分 でちょっと YouTube の方、同じ話の繰り返しになりますが、花の江戸に雨が降るの音量下がるところからもう一回撮りたいと思います。次9分で喋る。では行きます。お聴きいただいている楽曲は夏ミューズオリジナル曲花のお江戸に雨が降るです。一応これ実はね、まだお聴きいただいているの完成音源ではないんですよ。まだ撮ってない楽器があるのと、ボーカルとかも撮り直してコーラスとかも入れる予定で、その収録は、パリジャパンエキスから帰ってきた夏を予定してます。8月の半ばにもう一回海外なので、セルビアですね、2回目の。まあ、7月の後半と8月の後半で、一応撮ろうかという計画を今エンジニアさんとしております。実はこの曲のミュージックビデオを撮ったんですよ。春に、今年のね、4月の上旬、ちょうど桜咲いてた時期ね、桜の下で三味線弾いてるところを撮りたくて。で、今回のミュージックビデオ、浅草と鎌倉で撮って、鎌倉に、ドローンを飛ばしまして、桜の下で三味線弾いてるところを空撮しました。女性だけのドローン団体、ドドンジョプラスっていうチームがあるんですけど、そちらの全面協力をいただきまして、コラボで制作しました。でまだ公開してないんですけれども、ミュージックビデオ、7月4日から7日パリジャパンエキスポで公開する予定です。で、その後、まあ、YouTube でも公開する予定です。まあ、音源が完成してからになるので、夏以降になるかなと思います。そして私夏みゆずの次回の新しい CD が一応この曲になる予定です。レコ初ライブを秋頃にしたいなと今計画しております。9月ぐらいかな。ちょっとその辺の計画もフランスから帰ってきてからになるので、もうちょっとお知らせするまでにかかるかなと思うんですけれども、今準備中なので、お楽しみにお待ちください。いや、この曲ね、もともとゲームの二次創作で、実は3年ほど前に作った曲なんですよね。で、その当時は私が歌ってたんじゃなくて、ボーカロイドに歌わせてました。
あのボーカロイドの鏡音凛ちゃんに歌わせてて、で曲もと今お聴きいただいた音源は、そのドラムとかベースピアノギターとか生楽器で撮ってるんですけど、当時はね全部私が打ち込みで作ってまして、ちなみに iPad で全部作ったんですよ、その当時の音源ね。で、あの、そうそう、楽曲制作をさ、こうどうやって曲作ってんのっていうのをすごいよく聞かれるんですけど、あの、まあ、多分シンガーソングライターさん、ほら、ピアノとかギターの弾き語りが多いから、こう、ピアノを前にして作るとか、ギター抱えて作るとかって人が多いと思うんですね。で、まあ、そのパターンで作った曲もなくはないんですけど、私、基本、作曲するときにあんまりピアノを持ったり、ピアノを持たないな。ピアノ弾いたり、三味線持ったりあんましなくて、基本、なんかこんな着物着て日本の粋と風流とか言ってるのはね、あれなんですけど、基本 iPad で作ってます。あ、iPhone で作ってることもあるけど、あの、こう、iPad のソフトで作ってるんですよ。で、ミュージックスタジオってやつ使ってるんですけど、私は。ミュージックスタジオとね、Notion っていう五線譜書くソフト。あの、タッチパネルで使ってます。基本ね、曲を全部頭の中で作ってから、それを、その、五線譜っていうか、あの、こう、iPad とかソフトでさ、五線譜作ったら、そのままポチって再生できるじゃん。あの、手書きで紙に書くよりも、あの、ソフトで作っちゃうが、いろいろ便利っていうか。なんで、もう全部曲考えてから、iPad とかで、譜起こしする。これ、こんな感じかな、みたいな。結構直感的操作で使えるんで、すごい楽しいんですよ。で、生バンドでやるときは、それで作った音源を、あの、バンドメンバーに送って、なんか、こんな感じでギター弾いて、みたいな、そんな感じですね。あと、あの、ひどいときはね、あの、その、なんだ、メロディーをさ、オルガンとかで入れて、このコードをピアノの音とかで、その、iPad のソフト使って入れて、なんかそれだけギターの人とかに送って、これに合わせてギター弾いてみたいなこともやってます。いやもう本当にね、実際あのシンガーソングライターの無茶ぶりする人が多いと思ってるのは私だけですかね。私があの、実はあの、今ソロで活動してますけど、ソロじゃなくてキーボード弾いてるバンドが実はあるんですよ。で定期的にライブもやってて、稲城武でふわふわっていうバンドなんですけど、そのバンドは、そのリーダーのたけしさんが基本曲作ってるんですけど、あの、すげえ無茶ぶりが多いんですよ。なんか、ほんと、ちょっと、うちの、その編成がね、そのボーカル、私キーボード、ギター、パーカッションなんですけど、そのベースいないのに、すごいなんか、すっごい超かっこいいベースみたいなの、デモ音源に入ってて、なんかこれなんとかして再現してみたいな。そういうのが多いので、なんか、いや、なんか私もバンドメンバーに無茶ぶりしても許されるかなみたいな。まあなんか人にされたことは人にしていいみたいな、そういう感じになっちゃってるんです。実際その、あの、私のライブ手伝ってくれてる、そのバンドメンバーとか、あの、みんな超優秀なんで、もう、なんでしょう、私の期待以上のものをいつも作ってくれるんですよ。なんであの、もうついや、ついつい甘えちゃうというか、一応みんなのことを信頼してね、信頼してるから、なんかそういう無茶ぶりをやってるんですよ。もしこの放送をバンドメンバーの皆さん聞いてくれてたら、はい。私のあのライブのバンドメンバーもあの時によって違うんですけど、まあ普通にバンド編成でやるときと、この間のあのクラブチッタであったドリームキングダムのイベントとかは、三味線が私、三味線ボーカル私で、おこと、しのぶえ、ピアノの、なんか和楽器っぽいバンド編成でやってました。ね。やっぱりあの和楽器でポップスをやってる人っていうのがあんまりいなくて、なんで、こう、私がやったら、ちょっと新しいことできるかなとか、みんな楽しんでもらえるかなとか、思ってそういう編成に挑戦してます。で、ちなみになんですけど、ライブでやってる曲ね、
なんかそんな感じなんで、オリジナル曲、そのさっきの花の江戸に雨が降るとかは、もう完全に自分で作っちゃって、もともとできてた音源があってからの、ライブパフォーマンスバージョンにみんなでこう起こしてもらってるんですけど、もちろんその最初からバンドで作ったような曲もあって、その私がメロディーとさ、なんかこんな感じのコードっていうのだけ出して、みんなでリハーサルしながらアレンジしていったような曲も、まあ、一応あるにはありまして、というか、ちなみにこのラジオ番組のテーマソングのフルフレミュージックとかはそうですね、リハーサルでみんなで相談して作ったような感じで、そういう感じで作った曲の中で、私結構気に入ってる楽曲、次にお聴きいただきたいと思います。それでは夏ミューズオリジナルアルバムわらべ歌より聴いてください。オリジナル曲リン。ストップウォッチいたんでし。ちょっと巻きぐらいですよね。そうだね。そうですね。ちなみにこの、放送を収録している現在は、2019年6月21日です。なんで放送の今3週間前ぐらいに収録してるってことになりますね。現時点でジャパンエキスポの準備がめっちゃ切羽詰まってます。全然準備が間に合わないよ。なんか衣装とかね、物販の準備が地味に結構かかりそうでね、その、いや物販も CD とか持ってくんですけど、いや CD ちょっと、まあ、スリムケースのあれだけど、わらべ歌とか普通の分厚いやつなんで、ちょっと場所も取るし、しかもあの分厚いケースってさ、なんか日本ではあれが普通だけど、あんまり海外で売ってないっていうか、これにアメリカとかだとこう紙ジャケットが中心っぽいので、なんで今そのわらべ歌は、今回のパリジャパンエキスポ用は紙ジャケ版を作ってます。じゃあ終わるぐらいから流しますよ。はい、お願いします。あ、残り何分に設定すればいいんだ。フルフルミュージックが流れ始めます。あ、最後は了解です。今が今ね、さっきのところで20秒ぐらい巻いてます。20秒ぐらい巻いてますね。で、曲終わりのところで21分28秒、はい。で、ってことはフェードダウンします。21分28秒ってことは22、23、24、25、26、27、6分半。じゃあ、分30秒、うん、はい、ボリュームは落ちてからね。はいはい、はい、しゃべります。お聴きいただいている楽曲は、夏ミューズオリジナルアルバム、わらべ歌より、オリジナル曲、リンです。夏ミューズのオリジナル楽曲、iTunes、Apple Music、などなど、インターネット上でも配信していますので、夏ミューズで検索してください。あと CD は、私、夏ミューズのライブ会場、または夏ミューズ公式通販サイトにて販売しています。夏ミューズ通販とかで調べたら出てくると思うので、ぜひそちらもご覧ください。はい、ということで、今月もお聴きいただきましてありがとうございました。今後の活動予定のお知らせです。私夏ミューズ実は6月から、
あの月一で主催ライブを始めまして、渋谷の、光への隣の、ライブハウス渋谷ロットにて、毎月1回主催ライブ開催します。で、今後しばらくの開催が、毎月第4日曜日のお昼12時半から、夏目ゆず月一主催ライブ、和物語、第2回が7月28日日曜日、昼12時半からです。一応パリジャパンエキスポのご報告会ということで、毎月ゲストをお招きして、こう、和文化について、みんなで楽しく学ぼうみたいなライブで、前回ね、第1回は、今度、パリジャパンエキスポにも一緒に行く和鏡座の日本舞踊家の下出真理子さんと、三味線起業家とは何ぞやというのは、私のブログとかに書いてあるので気になる人は見てください。斉藤香奈さんのお二人をお招きして、開催しました。で、7月28日開催の第2回なんですけれども、ゲストは、パリジャパンエキスポで捕まえてきます。この放送の日ぐらいには発表できてるかな、きっと希望的観測では。その後第3回が8月25日日曜日昼12時半から、そして第4回が9月29日日曜日昼12時半から、いずれも渋谷から徒歩3分のライブハウス渋谷ロットにて開催します。ぜひ皆さん遊びに来てください。そして他にもイベント出演決まっていますので、詳しくは夏目ゆずの Twitter、Facebook、Instagram ご覧ください。そして、私夏みゆずファンクラブアプリユートニックにて夏みゆずファンクラブがございます。こちらユートニックはちょっとね、綴りを言葉で説明するのがちょっと難しいので、私のツイッターとかフェイスブックに載ってます。私のお友達がスタートアップしたファンクラブアプリなんですけれども、そこに、こう、ちょっと、あんまり他の SNS で公開してない海外活動の情報、こう、最近だと飛行機撮りましたとか、アップしてますので、で、あとフォローしてくださってる方同士で交流できる掲示板とかもあるので、ぜひ皆さん、アプリのダウンロードとね、私フォローするのは簡単なので、ぜひフォローしていただければ嬉しいです。はい、そして、あれだ、今後の海外の予定ね、この放送現在は私、フランスにいるんですけれども、7月18日に帰国します。で、28日に主催ライブがありまして、8月10日から18日に、東ヨーロッパの国、セルビア、2回目が決定しました。5月に1回行ってきたんですけれども、5月のイベントがすごく好評だったので、8月実は行けるかどうかは分からなかったんですよ。ただすごい好評で、もうセルビアの人たちがぜひゆずにもう一回来てほしいと言ってくださって、でもう一回呼んでいただけることになりました。8月の半ば東ヨーロッパセルビアにもう一回行ってきます。日本からセルビアは飛行機で最短で17時間、前回5月に行った時はその最短17時間のルートだったんですけど、今回違うルートで行くので、もうちょっと時間かかるのかな。楽しく日本の文化を広めていきたいと思います。その後、秋にカンボジアと、来年春にベトナムでの、公演が決まってます。今後の海外の活動予定のこう進展状況とか、ファンクラブアプリユートニック、また、いろいろ SNS でも投稿していきますので、ぜひチェックしていただければ嬉しいです。それでは皆さん、今月もお聞きいただきましてありがとうございました。本日の再放送音源は、ドリームキングダム公式ラジオブログにて近日中に公開されます。過去放送分も聞けます。またドリームキングダムの他の番組の放送回も聞けますので、ぜひチェックしてください。次回の放送は2019年8月9日金曜日夜7時からです。今月もお付き合いいただいてありがとうございました。最後は番組テーマソングフルフレミュージックでお別れしたいと思います。日本の生きと風流を歌う三味線シンガーソングライター夏みゆずでした。また来月。
OK です。はい、今ので27分16秒まあいいんじゃないですかね最後曲流し、うん、終わりで曲2分ぐらい流れることになるけど、まあいっか。うん ありがとうございます。携帯いいえ収録できました。イエーイ。いいですね。OK ですよ。あとはいい感じに編集しときます。すいません、お願いします。そんなことぐらいしかできませんので。いや、いつも大変お世話になっておりますそれでは YouTube をご覧の皆さん、プロフレー、夏美ゆずとエンジニアさん、海原さんでお届けしました。バイバーイ。